暗くな。ご覧になれてますか？おはようございます。2021年7月の19日月曜日、立憲民主党の副代表、衆議院議員の原口和弘です。ごきげんよう、おはようございます。これ、こうこさん、昨日つぼみだったのをですね、こうやって綺麗な花になりました。まあ、天から妻が見ることができるようにっていうんで、本田浩一郎さんが植えてくださったバラですね。もう花のことには全く興味も関心もなかった私が、このバラを木にですね、あ、こんな美しいものがあるんだと思って、今じゃバラ栽培をしてます。おかげさまでですね、昨日なんともうほぼ1時間で、事務所を発見することができまして、選挙事務所のにもなる講演会事務所ですね、それを開くことができます。今日が7月19日ですから、まあ焦りに焦ってたこの状況もですね、いい方に展開しました。ありがとうございました。いやー、やっぱり知り合いっていうか、ありがたいですね。それも皆さんがこう一生懸命探してくださったおかげなんですよね。いや、これ事務所探しで思ったのは、福岡の隣で感染が、限られてるっていうこともあるんでしょう。あらー、これキュウリが、せっかくのキュウリが、なんかの、あれにやられてますね。と言ってもらおう。よいしょ。これはうまそうだわ。ちょっと、キュウリ、ゴヤ。いやいや、ありがたいことで、浅漬けにしよう。てか、このままかじりついてもいいけど。野菜大好きですもんね。おかげさまで体重も減ってきたし、本当に、ありがたいことで。ドンファン2号も、こんな感じですし。ああ、冷たくしてかぶりつく。いいですね。本当はね、この皮にね、で冷やして、スイカとかやってますもんね。あの白いバラ、ホワイト、アクションの白いバラもですね、こんな風に咲いて、やっぱり命って大切にしたら応えてくれるんですね。ドンファン4号はこんな感じ。これ、4号。おー、バッタ。今日、朝、目覚めたら、カコが挨拶に来てて。いやー、やっぱりカラスの知能ってほんと高いなと思いますね。いないじゃんとか言ってたら、やっぱり通じたんですね。挨拶に来ました。もう今、多分、ご飯探しに行ってると思います。ブルーベリー。で、アメリカにお住まいの坂井俊之先生が、ツイートされてましたけど、今現在、世界の感染者数、新規感染者数、1日の感染者数で、日本は、世界ワースト17、PCR は、検査数は140位あたりというお話をされてました。で、これで五輪を強行する、もう五輪村の中にも、感染者が出てきて、非常に、鍵を
物騒な。なるほど。こういう風になってんですね。うち、選挙の時に使ったグッズがいっぱい置いてあって、ああ、これは誘導のあれですね。いやあ、本当に、食住近接とはいえども、これは嫁さん一緒にいた時は大変だっただろうな。休まるものがないですもんね。やっぱりね、事務所と家は離した方がいいですよ。今若い方々も含めて政治を志したいっていう方が何人も私のところアクセスにされます。ありがとうございます。政経塾のね、後輩たちにも9通手紙が、お礼の手紙が来ましたから、退任っていう言葉を添えて、松下さんにもらった言葉ですね。それを添えて、お返しをしたいと思います。おお！スイカじゃ。スイカじゃ。しかし、これトマトっていうのはこんな風に、なんか、下が汚く。文句を言いながら一個。消毒とかしてないですよね。あ、やっぱ洗って食わんとな。ちょっと若干危険を感じる味。こうやってすぐ何でも食べるからいけないんですよね。ああ、もう娘に言われたことをもう一回思い起こして、あれせんって言ったんですね。それで、もうこれぜひ広めていただきたいのは、もう黒い飴訴訟、もうここまで来ました。で、二審、もう高裁ですね。もう結果が出ました。どれだけ長いですか。そしてその原告の方もですね、もう、84人おられた方がもうまた14人亡くなってますね。だからもうそんな途端の苦しみを原爆で味わって、そしてその後もさらにその苦しみを続けるっていうのは、それを政権がやっちゃダメです。もうここで政権は上告断念、菅政権は上告を断念するように、ぜひ皆さん、お声を上げてください。三橋先生がおっしゃってたように、今でも、テレビの影響力は絶大ですね。昨日も日曜討論、一方的に与党の人を出してたって、話がありました。私、それ見てないんでわかりませんけども、本当にこう、そういう中で、世論が、誘導されていく。だけど、同時にですね、検察庁法の時もそうでした。今年もそうでした。ブラックライブズマターもそうです。いろんな差別に戦う時もそうです。こっから出ると大体、切れるんですよね。そうですね。ツイッター上でデモができると、情報が共有されることによって世の中がそれを、河川状態にあるテレビって友人が言ってましたけども、本当に腐りきってるこの構造も無視できないんだと彼が言ってました。ツイッターでトレンドになると、それを、テレビが後追いするという事態。昨日も田中隆作さんが五輪の真実を伝えてましたけども、たった一人のジャーナリストの現場の回る活動がですね、世の中を動かすんですね。だから、
一人一人はやっぱり力を、おはようございます、限られてるけども、それが横につながるとやっぱりすごいんだなって思います。わしわしがすごいですね、これ。で、昨日事務所がまあ見つかったって言いましたけども、それでもやっぱり、これ感染対策、選挙事務所になったらこれ限られるんで、これコロナ禍を全くその想定してない選挙のあれですよね。分散しないと危ないんで、本当は小さいのを、換気のいいものをいくつも3つとか作ることができたらいいですよね。一ところにちょっと前までは集まっていただいて、まあその賑やかさが勢いだったり共有だったり、毎回総選挙のたんびにカップルができて結婚まで至るっていうことも珍しくなかったんですけど、おはようございます。それがだいぶ状況が変わってきましたね。これどうしようかな。ネット上でやるって言ったってネットを使える人も限られてますからね。本当にこう考えないと、今週こうやって帰ってきて、今日もまた山の方を回りますっていうのは、渡辺修ちゃんの熱海で起きたようなことが佐賀でも起きるんじゃないかっていう報告があって、ちょっと見に行きます。衰退する日本の中で山が荒れて、そこに不法投棄をしている、有無言わせの投棄を、産業廃棄物残土を置いてるというのがあるんじゃないかっていう話が来ましたんで、ちょっと見に行きます。やっぱこうやって定期的に地域を回ってみると、事前に危険を察知することができますからね。おはようございます。いや、ちょっと待って、あの人のポスターが色が褪せてますね、これ。もう簡単に、まだ2ヶ月経ってないのに。小林さん、おはようございます。藤神様、おはようございます。これはやっぱり梅雨の時期だからですかね。梅雨明けしたのにな。今日は切れとらんですね。やっぱりインターネット共有とか Wi-Fi とか全部切って、電波だけにしたら切れんですね。すごい、夏休みここでラジオ体操やるんですけど、今年も無理かな。それじゃあ皆さん、どうぞ良い一日を。ごきげんよう。こんな天気ですね。東京の方はどうでしょうか。今日は上がっていきません。ちょっとこの地元のですね、いろんな解決事を直接この目で見て、やりたいと思います。太郎さんのところでご機嫌をしたいと。この辺で、今日は切れないですね。大丈夫かな。やっぱり、設定の仕方に問題があったんだ。すっごいセミシグレ。
今を盛りと君たちも命をつなぐので必死ですね。キャロさん、おはようございます。東京に今日はいかんですばい。ヒアリングはリモートで出ます。ではごきげんよう、良い一日を。ご加護がありますように、皆さんを。ありがとうございました。すごいですねこれね、実際に聞いてるともう本当にすごいですよ。いくつかの声が聞こえますね。ミニゼミの声がやっぱり少ないですよね。ワシワシが多い。それからアブラゼミの声だ。どれか姿が見えると油ゼミですね。これよくハエ取りの鳥持ちでよく捕まえてますね。でもこの時期は本当はニンニンゼミの方が多いんですけども、もうセミの生態も変わってますね。ワシワシなんか本当見つけたら、あの白い羽、透明の羽のやつですね、でっかいの。クマゼミですね。あ、いたいた。うわ、すごい。では、皆さん、ごきげんよう。セミの観察日記が作れそうですね。頑張りましょう。ありがとうございます。では、太郎さんで良い一日を。